足梨敷地から福山翔吾。福山翔吾です。足梨敷地どうぞ。高層ビル内で爆発があり火災が発生している。直ちに消火に当たっている。福山翔吾了解。安全管理を徹底し消火活動に当たれ。足梨敷地了解。南署はしご車は北署ポンプ車から中継放水を受け、高所から一気に消火します。地上からは日署消防隊が放水を行っています。川側に部署している南署のはしご車は最大45メートルまで伸ばせる性能を有し、15階建てのビルの高さに相当するものです。また高層建物火災以外にもはしごをマイナス角度に伸ばすことにより池などでの水難救助にも活用することができます。消防団による一斉放水並びに広島県防災ヘリを披露して崩壊訓練のフィナーレといたします。風向きによっては水しぶきがかかる恐れがありますので十分注意してください。広島県防災ヘリが飛来してきました。明日川中央にて低空飛行を実施します。地域住民の安心と安全をテーマに繰り広げました2014年福山消防出初め式は以上をもちまして全て終了いたします。皆様には長時間にわたりご観覧いただきまして誠にありがとうございました。なお土手上の通行止めは13時に解除します。訓練参加車両が走行しますので観覧車は早めに道路上から移動してください。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。